全国歌謡祭はエストニアの首都タリンで5年に一度開催される歌謡祭。2003年に人類の交渉及び無形遺産に関する傑作の宣言に登録され、2008年にはバルト地方の歌謡舞踏フェスティバルの一部として無形文化遺産に登録された。全国舞踊祭と同時開催され、前夜祭りを除いて双方の日程が2日間同時進行される。 1860年代にロシア帝国地下で急速に広まったエストニア民族の覚醒は解明的な皇帝アレクサンドル2世の政策もあり新たなエストニア人知識層の文化活動を活発化させたそんな中エストニア各地で合唱団活動の組織化を行っていたジャーナリストのヨハン・ボルデマル・ヤンセンが当時の文化的中心地ドルパートで1869年に 開催した第一回全エストニア歌謡祭が祭典の起こりである。これは1873年にラトビア人が開催した民族歌謡祭に先立つバルト3民族の中で最初の試みであった。またこれはそれまでエストラント県とリフラアント県に分割されていたエストニア人全体を休合した初の歌謡祭でもあった。 リフレンド県の濃度解放50周年を記念した、この祭典は3日間にわたって開催され、51の合唱団と845人の歌手、そして1万5000人の観客を動員した。第1回歌謡祭では、フレドリク・パシウスの曲に、ヤンセンが詩を載せた、我が故国、我が誇りと喜びが上演され、これは後に独立エストニアの国歌となった。さらに、 ヤンセンの娘である詩人、リディア・コイトラ作詞、アレクサンデル・クニレート作曲による、我が祖国、我が愛も披露されている。1923年の第8回歌謡祭その後、アレクサンドル2世が暗殺されると、バルト地域の民族文化は弾圧されたが、エストニア人は様々な名目で歌謡祭を開催し続け、その歌声を民族救合の手段としていった。その後、 エストニア第一共和国が独立を達成すると、1923年には、第八回歌謡祭が、シュトッタリンのカドリオルクで開催され、以降、この場所で5年ごとに開催する観光が生まれた。第八回歌謡祭には、ハンガリー王国摂政ホルティミクローシュが来賓として招かれ、また、欧州各国からも多数の報道陣が訪れた。 歌謡祭は年を減るごとに規模を拡大させ、1938年の第11回歌謡祭は、コンスタンティン・パッツ大統領の講演も受け、参加団体数569、出演者17,501人、そして観客10万人を数えるようになった。他方、後に歌謡祭と合同されることになる全国舞踊祭も、1926年に、 エストニア青少年協会によって第1回エストニア文化の夕べとして開催され、1934年に第1回エストニア協議会として公式化されている。1980年の第19回歌謡祭しかし、1940年にはバルト諸国占領によってエストニアはソビエト連邦へ並行され、その後の独ソ戦を経てエストニアソビエト社会主義共和国に対する、 ソ連支配は確立した。ソビエト政権によって第一共和国の記憶はブルジョア独裁として全否定され、かつての国家も口ずさんだだけでシベリアへ追放されると伝えられるまでになった。しかし反面、多民族国家を標榜するソ連は表向きには民族文化の尊重と保護を謳っていた。そしてまた、ソビエト政権による民族化要塞が成功すれば、それは 共産主義プロパガンダに基づく大衆動員が成功するということでもあった。このような状況下においてソビエトエストニア当局はロシア革命30周年を記念して1947年にエストニア歌謡祭を開催することを決定した。各して1947年に第12回歌謡祭は開催されたが戦前の伝統を断ち切るため公式には祭典に 番号は振られなかった。その祭典は、指導者、ヨシフ・スターリンの肖像と赤旗が会場に掲げられ、開幕にはソ連国家が合唱され、閉幕にはスターリンへの謝辞が朗読されるなど、公式プロパガンダに埋め尽くされた内容であった。しかし同時に、この祭典では、グスタフ・エルネサクスが恋虎の詩に曲をつけた、別バージョンの、我が祖国我が愛も上演された。 エルネサックス版、我が祖国我が愛は、たちまち、エストニア中に広まり、禁じられたかつての国家に代わって、非公式なエストニア国家となった。ソビエトエストニア成立10周年を記念した1950年の第13回火謡祭は、社会主義リアリズムやジダーノフ批判の影響を強く受けた。しかし、スターリン批判後には統制も弱まり、1960年の 第15回歌謡祭が心臓をされた歌謡祭グラウンドで開催された。そしてこの祭典のフィナーレにおいて加熱した会場から自然発生的にエルネサクス版我が祖国我が愛の合唱が沸き起こった。この曲は1947年以来過度に愛国的としてプログラムから外されていたが当局は数十万の観客を制止することもできず。 エルネサクス自身も最後まで式を続けた。そしてこれ以降、祭典の閉幕時に我が祖国我が愛を合唱することは暗黙の了解となっていった。1962年には、火曜舞踊祭の青少年版である、青少年歌謡、舞踊祭が足りんで、やはり5年周期で開催されるようになった。やがて、ミハイル・ゴルバチョフがソ連最高指導者に就任し、 テレストロイカが開始されると、エストニア人は、ソ連構成共和国の中でいち早く独立回復へ向けた運動を開始した。1988年6月には、主球派のエストニア共産党第一初期、カルルバイノが民衆の抗議によって辞任に追い込まれ、これに歓喜した15万人の人々が、歌謡祭グラウンドに集結し、 禁止されていたはずの青黒白の三色旗を打ち振るった。9月には本来の歌謡祭とは別にエストニア人民戦線が主催したエストニアの歌が開催され30万人を超す参加者は合唱によって民族の団結と体制への抗議を表現した。以降、歌謡祭を原動力としたエストニア民族運動は歌う革命としてエストニアを 独立回復へと突き動かしていくこととなる。1990年の第21回歌謡祭は、もはやモスクワによる検閲からも解放され、エストニア人の手による自由な選曲が行われた。愛国歌や宗教音楽が演奏され、国外に亡命していたエストニア人の合唱団、舞踊団も各国から参加し、82歳になったエルネサクスによる、 我が祖国我が愛の式も行われた。この祭典の観客数は30万人を超える過去最高のものであったとも言われる。エストニアが独立回復を達成して最初の第22回火曜祭は予定を1年前倒しにして1994年に開催された。これは第1回火曜祭からの125周年を記念しての変更であり、また、 ソビエト政権成立記念として開催されていた周期から脱却を狙うものであった。その後も歌謡祭は5年周期で開催され続けている。ありがとうございます。